どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はデュエルリンクスの歴史4限目ということで、今日取り上げていくテーマ、まあもちろんねタイトルの通りなんですけども、リンクス史上ヤバかったスキルランキングトップ3、こちらをですね、まあ個人的な見解はありますけども、発表していこうかなと思っておりまして、僕ねこの記事は基本的にノートっていうブログみたいなので、まあ、書いている、内容も、まあ、動画にしているみたいな感じなんで、もしね興味がある方はぜひノートで先行公開しますんで、よかったらそちらのノートのチェックもぜひお願いできればと思うんですけどね、このノートはですね大変好評でございまして、文才がある天才神などのね、非常に、ありがたいお言葉を、いただいておりましてですね、はい、全部言われたことがありません。話盛りということで、今日は早速ちょっとこのシリーズ結構好評で、みんなさんから結構そのいろんななんかそのテーマについて取り上げてくださいっていうのあるんで、まあ絞り出すだけ個人的に絞り出していこうかなと思ってるんですけども、今日はスキルです。スキルやばかった、スキルいっぱいあるわけですわ。デュエルリンクスっていうのは遊戯王 OCG と違ってスキルっていう概念があって、そのスキルが結構その固有のスキルがあるから結構面白いっていう部分があるんですけど、このスキルによってクソゲーになるっていうこともあるわけですよ。スキルがあるからこそクソになるっていうね、これも皮肉なんですけれどもね、あるんですよ。ということで早速クソだったスキル第3位発表していきたいと思います。第3位、根性です。はっきり言ってマジでクソスキルです、これは。文字通りクソスキル。この謎の文言見てください。このスキルは自分のターン開始時ごとに確率で判定が行われる。次の相手ターン終了時まで自分のライフポイントは1未満にならない。は？何言っとるんやみたいな。1未満にならない、つまり負けません。スキルが発動したら絶対に負けません。やばいでしょ。何言うと思う、あの場を頭おかしいんかっていうね。まあこれがマジでやばかったんですよ。なぜやばかったかっていうと、当時このスキル結構な確率で発動していて、まあ大体初ターン、自分の初ターンやったら3ターン目くらいまでか、3ターン目くらいまであったらもう9割以上発動するんですよ、このスキル。でなんだなんならダメージ食らってなんか5ターン目とか7ターン目でも発動することあるんですよ。まあ運が良ければ。だからもしね手札が事故った、例えばねこうなんかその動けないとかいう時にもう何もせずエンドするんですよ。何もせずターンエンドして相手に弾を渡すんですよ。で相手はまあ頑張って展開してキル取ろうとしますよね。けどスキル根性があるから、どんな展開しても何連打してもクオリンドアをしてもライフポイントで削れないんですよ。クソでしょ、クソスキルすぎる。でこのスキルが猛威を振るっていたデッキが根性神羅っていう、これね2018年ぐらいだったと思うんですけど、 KC カップで1位になった方が使っていたのがこのデッキ、根性神羅っていうデッキ。まあちょっと参考程度にねレシピ載せていこうかなと思うんですけども、要は根性でなんかその耐えて、でなんか神羅でなんかめっちゃ暴れるっていう。これのせいで、モリカスという言葉ができまして、で、モリカスは、その当時非常に嫌われておりました。もうこれでもかっていうぐらい、もうなんか神羅に親を殺さたかっていう人がねめっちゃ出て、なんか神羅被害者の会みたいなのができて、もうめちゃくちゃ嫌われてましたね。めちゃくちゃ嫌われてた。とりあえずなんかセット、うわ人参キノコかみたいな、人参がキノコかバラやみたいな、殴れねーみたいな感じになってたんですよ。でなんか殴んなかったら殴んなかったら結局キノコリバースみたいなことされて、でなんかもうこの間最近ねその神羅がリミット解除があったんで、神羅のデッキの動かし方、よかったら皆さんそっちの動画見ていただければと思うんですけども、本当にね暴れま、なんかそのデッキトップが強かったらめっちゃ強いんですよ、神羅って。本当に手つけられないから強いから、なんかそんな感じのデッキがまあ横行しましてね、マジでノーガードで本当鼻くそほじってターン返してくるんですよ、あいつらっていうのは。もうくっそムカつくんですよね、あれが。本当にで相手の超展開をねスキルだけで止めて、ライフがゼロにならないってよ。やめて遊戯、墓のライフはもうゼロよっつって、あゼロになってない、嘘みたいなことになってるわけですよ。やばいですよね本当に。はい、こんな感じの、まあ、スキルでした。発動確率こそですね、まあ低くはなるんですけど、さっきも言ったように5ターン目とか7ターン目ぐらいまで発動するのもあるんですよね。でねただ調子乗って何もせずターンエンドするとたまに発動しなくて2ターン目高校ワンキューされるっていうパターンもあるんですよ。これがうざい、逆にまた
2ターン目根性あるからなと思って頑張って展開してなんか殴ったら根性発動しないんかーいっていう。よくね、僕はね個人的にありましたね、調子乗ってなかった何もせずに耐えろって言ったら2ターン目普通に根性発動せず高校ワンケされるっていう。あ、じゃない根性見せろジョノウチっていうね。はいということで第3位は根性というスキルでございました。それでは早速続きまして第2位の発表に参りましょう。リンクス史上やばかったスキルランキング第2位は三星降格。これ三星って読むんだっけな、三つ星だっけな、まあみんな三つ星降格って読んでたかもしれないけど、確かなんか公式から三星降格って読むんですよみたいなあの発表が出てた気がするんですけど、まあ内容はもう書いてることおかしいんですよ。あのね、あの、ね、遊戯王っていう概念をぶち壊したのはこのスキルです。自分のライフポイントを2000払って使用できますよ。ターン終了時まで手札のモンスターすべてのレベルを3個下げると。もう言ってることおかしいやん、なんでやねんみたいなことなんですよ。まあ、要はどういうことができるかっていうと、レベル7モンスターをそのこのスキルいきなり使ってレベル4にするんですよ。レベル7モンスターが通常召喚できます、ノーリリースで。その当時ね活躍していたデッキがタイプなんか3つくらいあって、まあそのタイプごとにちょっと話していこうかなと思うんですけども、まず1個目がね、ブラマジ型、三星ブラマジ、レベル7のモンスターじゃないですか、ブラックマジシャンって。だから、このスキルを使うと、呼んで出るんですよ。皆さんね、ブラックマジシャンって遊戯のカードですよね。で、遊戯王デュエルリンクスって、キャラゲーじゃないですか、一応。だから、遊戯が、やっぱブラックマジシャンを使いこなしてほしいと思うじゃないですか。違いますよ。真のね、ブラックマジシャン使いはですね、迷宮一兄弟あったんですよ。あのダブルハゲ、デュアルハゲ、あの髪の毛が迷宮入り兄弟がブラックマジシャンをドヤ顔で使いこなすっていうのはね、これがデュエルリンクス、これがデュエルリンクスですよ。皆さん理解しましたか、どうだ理解したか、これがデュエルリンクスだってな。その三星ブラマジっていうデッキで、要はブラックマジシャンをポンって出して、でカンパセットするんですよ。カンパ、王者のカンパね、なんかこのトラップカード編でもやったクソカード、あれをセットして、で、王者のカンパ構えて、なんか相手がしてきたら向こう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 と、向こう向こう向こう、はいカンパっつってね。そういうデッキ、もう当時はね、サウザンドライフとかめっちゃ入ってたし、あとね、あのキーカードとしては、あれスプレマシーベリー、スプレマシーベリーって自分のライフが、あの相手より少ないと2000回復できるんですよ。だからそのライフすぐ回復できるんですよ。このスキル使って2000減って、でブラックマジシャン出して、で即スプレマシーベリーで長くするっていう、クソみたいな戦術がね横行してましてね、本当に人狙いすぎる、このデッキは。もうなんかハゲからブラックマジシャン出てきたと思ったら、なんか全カンパ3伏せエンドみたいなのされるから、ざけんなよみたいなことだったんですよね。本当にきつかったあの時は。2つ目のタイプがリボルバードラゴンのデッキ、これね、まあ、結構流行ってたのかなと思うんですけど、あのね、あのデュエルリンクスは OCG では活躍しないカードがめっちゃ活躍するんですよ。これがめっちゃ面白いとこなんですけどね。あれエレクトロ軍曹って覚えてます？通称エロ軍曹、あれがねデュエルリンクスめちゃくちゃ強かったんですよね。効果は自分のそのあ、自分じゃ相手の魔法トラップカードを1回抑えるんですよ。セットされてるカードを抑える、でこのそのモンスターエレクトロ軍曹がいる限り、そのトラップカード、魔法トラップカードは使えないよっていう効果なんですよね。だからセットカードをこうやってひたすら抑えていくんですよ。で銀幕とか、あとねレアメタルだとか、ああいうので守っていく、とにかくエレクトロ軍曹とかを。でこれ見よがしにこのデッキに入ってるのがリボルバードラゴンっていうカード。リボルバードラゴンもレベル7なんですよ。で微妙にブラックマジシャンを上回れる打点2600っていうね、打点もう結構強かったし、リボルバードラゴンの効果がね、やっぱり結局そのモンスターを破壊するっていうコインが当たれば、50% だっけ確率なんで、なんだかんだ強いんですよ。でバックはエレクトロ軍曹に抑えるから、もう1000個取ってエレクトロ軍曹召喚して銀幕伏せるときはね勝ちみたいな感じだったんですよ当時はね。まあ、でエネコンでなんかエネパクして相手のセット抑えるみたいな相手のエレクトロ軍曹パクって相手のセットカード抑えに行くみたいな意味わからんプレイングもなんかその当時はあって、結構ねこれはね面白かったですかね。3つ目がですね、忍者、三星降格忍者、これもなんかその記憶ベースで組んだんですけど、こんな感じのデッキだったかなと思うんですよね。要は7モンスターのコックリの忍者っていう、この忍者を出すんですよ。でこいつがですね、まあ、ちょっと難しいんですけど、効果簡単に説明すると、なんかマスクチェンジ、なんかセルフマスクチェンジみたいなことできて、なんか自分を除外してもう一回自分なんか特殊召喚してもう一回攻撃するみたいなモンスターなんですよ。でこれとなんかそのこういう石油の忍者とかそのバックを戻すみたいな
モンスターをこう組み合わせて、なんかその変化の術、忍法変化の術とかでこう連打していったりとかっていうデッキでした。とりあえずサスケで1連打して、で、忍法変化の術発動からの、コケルド忍者特召喚やろうとして、あ、もう攻殻なくてもね、俺スキルなくても、で、コケルド忍者で攻撃からのコケルド忍者の効果で、なんか手札の、忍法カードと、モンスターを除外して自分を除外し、もう一回特召喚して、もう一回大アタックみたいな、忍法3連打で相手は3連打みたいなそういうね、そういうデッキでした。どう考えてもね、頭おかしいんですよこのスキル。で、今はなんか異常に修正、クソ下方修正されまして、ライフポイント1000以下の時になんかその発動できますよみたいな効果になってるのと、あと、まあ、スーがヒューがサンガだったらなんかいつでも使用できるよみたいな効果になってます。一応ね、まあもう初めからそういうしとけやみたいなとこあるんですけどね。というわけで、第3位は、三星合格でございました。さあ、そして栄えある第1位に輝いたのは増殺というスキル、皆さんご存知でしょうか。これね、今はね修正されちゃってだいぶ弱くなってるんですけども、あの当時のね増殺というスキルが、まあ、やばかったんですよ。説明すると、2000ライフポイント減るごとに使用できますよ、次のドローしたカードを2枚に増やしますよっていうつまり強欲なツボなんですよ。2枚ドローするんですよ。ねえ、このデッキがやばかったのは、あのね、増殺ガイアっていうねデュエルリンクスのねデッキにはですね、ガイアクというね、あのデッキタイプがありましてね、このデッキタイプと切っても切り離せない、まあ、関係にあるんですよ。で、まあ、当時を再現したデッキはこれ、あのね、この、肥大化っていうカードが今リミット1になってるんで、これが今、あの当時はリミット1じゃなくて、ここにも多分ね、リミットあの0がだったので、まあその肥大化っていう、肥大化3枚入れて、多分こんな感じで完成みたいな感じだったと思うんですけども、見てくださいよ、入ってるカード。もうなんか、人間のクズみたいなデッキでしょ。人間のクズみたいなデッキですよね。まあ、どうやって戦っていくかっていうと、簡単に言うとその耐久するんですね。ハネクリボーとか、クリボーとかで。で、ラバゴでバーンするか、あとはもうほんとひたすら、増殺して、こういうの遅延して、相手のデッキ切れを待つっていう。こんなもん人間のやることじゃねえよ。こんな人間のやることじゃねえよっていうね、いうデッキなわけですよ。ただね、これをね、楽しそうにね、使っていたね、人がね、たくさんいましてね。まあ、竜っていう人物なんですけども。これ、ほんまクズやんねん。あいつほんまクズやな。で、やばかったのは、結局その、やっぱターン、その、デュエル中に一度っていう制限が今、みたいになかったんで、今はね、これ、増殺っていうスキル、デュエル中に一度っていう制限になったんですけど、これがまあ何回も使えたんで、何回も増殺して、ラバカ増殺やら、なんかゴールデンレディバが増殺やら、分断増殺やらね、ことして、もうね、あのね、当時、結構このデッキが実は強くて、結構ね、バカにできない強さだったんですよね。なんか、なんだかんだそのアマゾンさんにもなんか意外と勝てたし、当時、環境的だった。確かね、俺これでなんか、KC のファーストステージからなんか突破したような気がするんだよな。なんかちょっとよく覚えてないんだけど、なんかそんな感じの、要は強かったんです。強かったの。本当に。で、強いくても、なんか納金デッキとかだったら、まだ、なんかそのなんつうのかな、まあ、許せないけど許せるじゃないですか。許せないけど許せるっていう謎の言葉なんですけど、これに負けたら正直許せないでしょ。許せないですよね。俺自分が使うのは楽しいけど、これ使われたら絶対嫌だから、使われたらブロックやからもう本当にこれ結構多かったんですよ当時。めちゃくちゃうざかったっていうね。で、弊害もあって、実は裏話ですけど、その増殺っていうスキルが修正になったせいで、その増殺って結構そのネタレッキとかでも使われてたんですよ、結構。だから一部のその増殺愛好家、増殺ネタレッキ愛好家たちからはもうめちゃくちゃ叩かれるっていうそんな感じの、まあ好きだったかなと。まあこれはもう圧倒的1位ですね、自分の中では。もう二度と帰ってこなくていいかなっていう風に思ってます。
まあ今でもね、なんかそのあれあるけどね、なんかそのなんかのデュエルで満足さんのあのスキルと結構やばいけどね、あれも。はい、というわけで、以上僕が思う個人的にやばかったスキルトップ3でございました。皆さんの意見も結構あると思うんで、もしよかったらコメント欄かなんかで教えていただければな。あ、そんなのもあったなと懐かしんでいただけるのかなと思うんで、皆さんね、はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた5限目のデュエルリンクスの歴史でお会いしよう。バイバイ。